皆さん、こんにちは。レック講師の鎌武史です。今回は、消費生活アドバイザー2次スピード合格講座の中から、企業経営に関する2016年から2020年の過去問解説編として、お送りをしてまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。まずは、一次試験の受験前に、こちらの動画をご覧いただいている皆様、この時期はですね、ぜひ一次試験の方に集中をしていただければと思います。二次試験がどのような形で出題されるのか、どういう対策を取らなければいけないのかといったところが気になるお気持ちも重々よく、理解いたしますけれども、二次試験の対策は一次試験の受験後から始めても、まあ、なんとか間に合うといったものになりますので、ここはぜひ一次試験の合格に向けて、全力を投じていただければと思います。はい。では、二次対策の話を進めてまいります。今年度の試験は、昨年度までの試験と大きく試験の形式が変わってまいります。昨年度までは、二次元に分かれていまして、各次元に4題ずつ出題をされて、そのうちの1題を回答するという形式でしたけれども、今年度は3題出題されるうちの1題を回答するという一発勝負の形式になっています。この3題は消費者問題、法律知識、そして今回解説いたします企業経営の一般知識ということになります。昨年度までは8題中の2題を回答すればよかったというところが、3題中の1題ということになりますので、当然、受験生の1題に対するですね、人数というのは増えてくるということになりますから、当然のことながら、その合格基準というのも上がってくるというふうに考えられます。また、分野が3つになったということで、一見こう出題範囲が狭まったというふうに感じる方も多くいらっしゃると思いますけれども、消費生活アドバイザーとして求められる知識や考え方というところは、昨年度からですね、大きくは変わっていないということを考えると、分野は一見狭まったけれども、その中で、複合的な知識だとか考えといったところが求められる可能性も十分考えなければいけないかなというふうに思われます。従いまして、気を緩めることなく、勉強を進めていただきたいというふうに思っております。今回のこの解説におきまして、私のですね、試験の回答法に沿った解説をしてまいりたいと考えております。私の回答法というのは、構成メモというものを書いた上で、そのメモに沿って起承転結で論文を構成するという形になります。構成メモというのは、その出題によって思い浮かぶキーワードをメモ用紙に列挙するといったものになります。例えば SDGs に関する問題が出たとしたら、教育とか水とか持続可能とか、あるいは誰一人取り残さないとか、こういうキーワードが頭に浮かんでくると思うんですけれども、その浮かんだキーワードをまずはメモ用紙に列挙していくと。で、その列挙したキーワードをもとに論文の構成を考えていくわけですね。起承転結で構成をしていって、それに必要なキーワードをその構成メモから見つけていくという、こういう流れになります。この回答法に関しましては、10月4日に配信をされます、2021年予想模擬試験解説編というところで、より詳しく解説をいたしますので、
よろしければ、そちらもご覧いただきながら、この過去問解説をですね、ご理解いただければというふうに考えております。はい。それでは、資料を共有しながら、解説を進めてまいります。2020年の企業経営といったところから解説を始めてまいります。イノベーションに関する質問になりますね。イノベーションを通じて社会的課題を解決することは企業に求められる重要な取り組みの一つであるということで、以下の2つについて論じなさいという問題になっています。一つ目が、特定の社会的課題の解決に資するイノベーションが他方で新たな社会的課題を生み出すことがある。こうしたケースに該当する具体例を一つ取り上げて、その内容を説明しなさい。ですね。二点目が、その上で社会的課題の解決を目指す企業はいかなる取り組みをすべきかということで、論じなさい。ということになっています。この問題の概要ですけれども、皆さん自身の考え方というものを問われている問題になります。問われているのは大きく2つですね。丸1番として、イノベーションが新たな社会的課題を生み出す具体例の説明といったところ、2点目が社会的課題の解決を目指す企業がいかなる取り組みをすべきかと。いうことになります。こちらの問題の選択判断ということで、この問題を選択していい人が丸ですね。ダメな人が×になりますけれども、選択して良い方は、イノベーションの事例とその課題というものが思い浮かぶ方ですね。逆に思い浮かばない方は、この問題は選択するしても回答ができないということになりますので、他の2問に、命運を託すという形になります。ただし、この問題は、なんとか、この具体例が思い浮かばなくても、なんとかなる問題かなといったところもありますので、他の2問が立ち打ちできなかったと、やむなくこの問題を選択するという場合でも、合格ラインには何とか達せられるような問題になるんじゃないかな、というふうに考えています。この問題に対する回答の構成方針をこちらに記載しています。先ほど解説しました起承転結ですね。こういうフォーマットをですね、構築した上で、穴埋め部分に構成メモのキーワードを当てはめて回答していくと、こういったことができると、合格ラインに達するんではないかというふうに考えていますので、そのベースとなる構成方針となります。まず書き出しの部分、起承転結のキーですね。これは何々というイノベーションがあると。で、これはこういうものですよと、こういうところですね。皆さんがこの問題で取り上げるイノベーションをまずここで宣言するといった形です。その次の章ですね。ここでこのイノベーションは何とかという社会的課題を解決する一方で何とかという課題もありますということです。括弧1番にあります、特定の社会的課題の解決というのが前半で、この他方で新たな社会的課題を生み出すというものがこの後半の課題の話ですね。これをここで述べるということです。その上で、この丸2番の回答になります。社会的課題を解決する企業は、こういう取り組みをしなければいけませんということで、2つ3つ具体的な取り組みの考え方というものをここで書いていくとこういう形になります。で最後、結論として、以上のことに留意をした上で、イノベーションを通じて社会を向上させていくべきだというふうに結んでいただくという形になります。
穴埋めのところにどういうものを入れると良いのかとこういったところをこの構成メモ的予備知識といったところで解説をしていきます。イノベーションというところですけれども、非常に、まあ、範囲としては広いかなというところになります。まあ、最先端技術として、皆さんが思い浮かぶものを一つ挙げていただければいいんじゃないかなと思います。例えばですけれども、まあ、自動運転とか、スマホの 5G のような通信の話、あとまあロボットの技術、AI、ドローン、いったものが想定されます。その社会的課題ですけれども、まあ、今回問われているのはですね、まあ、イノベーションというものは、基本的なその社会的な課題をこうクリアにして、まあ、社会に対してメリットを提供すると、言ったもので開発されているものですけれども、このイノベーションを提供することによって、デメリットの方もありますよね、と言ったのが、今回の設問になっています。そういった意味では、この社会的課題、新たに生み出される社会的課題というのは、まあ、デメリットのところを、提示すると、言った形になっていき、それに対する取り組みは、まあ、メリット、デメリット両方出てくるイノベーションに対して、そのデメリット部分をどう考えますかと、言ったのが、この回答の基本的な方針になって、まいります。そういった意味では、この社会的課題といったところでデメリットを多く提示しておくといったことが求められます。まあ、例えば、まあ、最先端技術となると、一方でその高齢者など、まあ、技術についていけない人が出てくるわけですね。スマートフォンも長らく高齢者が置いてけぼりになっていたといったところも、まあ、記憶に新しいかと。思いますけれども、やはり新しい技術が出ると、それについていけない人がいて、その落ちこぼれてしまわないように、企業はどうすればいいかという形になりますね。また、自動運転とかドローンとか、こういうような技術を取り上げますと、デメリットとしては、まあ、交通事故のような新たなリスクというものが発生していきます。また、ロボット技術とか AI といった形で、まあ、人間の活動をより効率化する、あるいは無人化するといった技術の場合には、職を失う人が出てきてしまうわけなんですね。また、いずれのイノベーションも非常に高度な技術、あるいは大きな予算が必要になってきますので、開発できる企業が限られてくると、これはまあ必然的に開発できた企業だけが利益を得てしまうといったようなことが課題として挙げられるものになります。それに対する取り組み指針ということですけれども、まあ今回は企業としての取り組みが求められていることに気をつけてくださいね。一辺ページを戻りますけれども、括弧2番。社会的課題の解決を目指す企業はいかなる取り組みをすべきかになります。ここ、行政とか消費者とか、こういう立場は必要なくて、企業の取り組みについて、ここは語るようにしてくださいね。そういった意味では、企業としての取り組み指針をここに4つ挙げています。まず1つ目、より多くの人が利益を得られるように、まあ、わかりやすい技術提供をするということですね。まあ、高齢者の方などなど、こう、置いてくぼりになるような人が出ないようにしなければいけませんね、という話です。2点目、リスクをできるだけ減らすということで、メリットだけを、こう、提供することなく、デメリットが出ないように、配慮をした上で、技術を世の中に提供していく必要がありますね、ということです。3点目、単純作業の人材、を教育して高付加価値化するということで、まあ、ロボットや AI に置き換えられないような人材にしていかなければいけませんね、ということです。4点目が、社会と共存とか、環境に配慮とか、目先の利益を負わないとこういった形で、まあ、これも先ほどと同じく、まあ、メリットばかりを世の中に出すということではなくて、
まあ、社会全体を考えた上で、まあ、デメリットを減らしていきましょうという形になります。こういう予備知識を、またページ少し戻りますけれども、この起承転結のこの黒丸のところにこう当てはめていくと、まあ、論文が構成できていきますという形になりますので、ぜひお試しいただければなというふうに思います。ちなみに、こちらの解説集ですけれども、まあ、こちらも少し見てまいりましょうか。3ページ目がこの問題に対する回答例という形になります。こちら、Society 5.0 をベースに回答が書いてあります。まあ、かなり知識を盛り込んだ回答例になっています。まあ、ここまで知識を盛り込めれば、まあ、回答としては A ランクということになるんだろうと思われますけれども、皆さんは A ランクというよりは、まずは合格点を目指していただくということを考えると、まあ、知識を網羅するというよりは、まあ、皆さんがどういう取り組みをすべきかをこう考えてますよとこういうことを記載いただくことが大事になっていきます。まあ、中途半端な知識を回答に盛り込んだ挙句、その知識の記載を誤ってしまうと大きな減点の要素になってしまいますので、こういう細かな知識を今から学んでおこうというよりは、まあ、皆さんの考え方というものをしっかりと回答に盛り込めるような、こんな練習をまずは取り組んでいただければなというふうに思います。この解説例にあります、まあ、3ページの回答例、および4ページ目以降からの、まあ、予備知識といったところは、その考え方の、まあ、一例というか、まあ、ヒントになるようなことが、まあ、いろいろ書いてありますので、まあ、これを全部覚えるというよりは、まあ、こういう取り組みがあるんだな、言った形で、まあ、考え方を整理していただければというふうに思います。この回答例かなり、高度なところなので、あまりビビらなくて、大丈夫ですよ。まあ、ここまで書ければもちろんいいんですけれども、ここまでいかなくても十分合格点には達するかなというふうに思いますので、この回答の構成方針の起承転結、ここの穴埋めを埋めるような、まあ、まずはこういう回答の構成というものを練習していただければなというふうに思います。